銀座2年。当てまして。おめでとうございます。2022年はいろいろありましたが、なんとか2023年までやってこれました。今年もドラゴンボールのソシャゲを中心に活動していきたいと思います。また可能であれば、どなたかとのコラボもできればと思っております。簡単ではございますが、新年の挨拶とさせていただきます。2023年もどうぞ。よろしくお願いいたします。それではレジェンズガシャ動画をどうぞ。では新年一発目はニューイヤーライジングガシャをやっていきたいと思います。もちろんこのガシャをやるために元旦初日から課金しました。まあこのガシャから欲しいのは、やっぱりビーストですよね。まずは LL キャラ確定の10連からやっていきます。LL キャラで貫突しているのは少ないものの、貫突キャラとビルス様だけは出ないでほしいね。あと、僕たち3人で、のね。コメントもちらほら来ていたけど、僕たち3人で、はトラウマになるぐらいにやりたい。まあ好きな人はいないよな。ケント、フィニッシュ LL キャラで PVP をやってみるか。フィニッシュキャラでレジェンダリーフィニッシュを決められたら相手は嫌だろうな。というわけで、皆さんが使わない LL キャラをコメントで教えてください。それで挑んでみてみるぜ。そう簡単に。皆殺しだ。こうなったぼ。地獄の力が俺。これはつい最近の17号。こういうのが当たると嬉しいね。僕に挑むとは随分自信家だね。ビルス様はいらねえよ。一気の根を止めてやる。あ、オーケーオーケー。未所持キャラが出るのはオーケーよ。ライジング無効化天津飯と一緒に実装されたアルファン吸収像だね。一度使ってみたかったやつ。みんなの願いをこの一撃に込める。フランツ、力を出し切れ。お、これは全然オーケーだよ。フェスティバルで実装されたベジトラだ。嬉しいけどちょっと弱いんだよな。このトラベジはもっと強い性能を持たせてあげればよかったのにな。ユニフラで相当強化されることを祈ろう。ではここからはシングル2回やります。チケット余っててもしょうがないのでね。何か未所持キャラが来ることを願う。よろしくお願いします。可愛いので結果オーライですね。では2回目です。おめえはオーラ。あれ、この初代バーダックは貫突してなかったのか。てっきり貫突済みかと思ってました。ではいよいよメインである LL キャラ渋滞ガシャをやります。ここではやはりビーストや未所持 LL キャラ、最近の LL キャラの獲得をしたいところです。あ、グロリー演出。まあ LL キャラ確定だから当たり前か。せっかく余震背景なので見てみましょうか。行くぞ。よっしゃー、少し本気だった。うわー、ほらよっと、そら行くぜ。うわー、うん、いい演出ですね。そろそろ阪神崩壊ザマスとゴジブルの演出を追加してください。俺がやらなきゃ誰がやる。 OK でーす。龍拳悟空は当たりだぜ。残念だったな。俺に同じ手は二度効かねえんだ。今度は龍拳孔悟空か。これもまだ貫突できてないから OK。 ここからが本当の勝負だ。身勝手悟空極み。4周年キャラがたくさん出てくる。やっちゃおう17号。今でもちょいちょい見かける35号さん。これも突が進むのは嬉しい。どうしてもやるんだな。これはすでに貫突済みのバカ野郎悟空さ。僕に、お前はもういらないって言ってるだろ。どうしてもやるお前もさすがにしつこいな。地球ごと消えて殴らない。ああ、ゼルは全然突が進んでなかったはず。この星もろとも切っ去ってやる。これは大当たりの LL クーラ様、最高だぜ。弾けて曲がれ。オーザルベジータか。これは持ってるけど突は全然進んでなかったな。はい、ということで3体は外れでしたが他は全然 OK な結果でした。皆さんの結果はいかがでしたか？狙っていたキャラや未所持キャラをゲットできた方などいるかと思いますが、それらをいろいろ踏まえて思うところもあるでしょうが、皆さんでレジェンズを盛り上げましょう。レジェンズが終わらないようにね。さて新年1発目の動画は以上になります。皆さんが今年も健康であるように願っています。では終わりにしましょう。てか最後に問わせてくれ。
このガシャンビーストは入ってますか？